やってきました、キッチンジャパン。こちらね、静岡県掛川市、なかなか情緒あふれるお店でございます。はい、こちらがキッチンジャパン入り口でございます。営業中、かなり年季の入った外観でございます。店内行ってきます。はい、店内入ってきました。奥にお座敷があって、入ってすぐのところにはね、テーブルの席とカウンターがあります。メニューはね、こちらお食事メニュー、大盛りおかわりはサービスです。素晴らしい。お刺身定食1100円、マグロ山かけ定食1000円、ヒレカツ定食1000円、とんかつ定食、ハンバーグ定食、チキンカツ定食、鶏唐揚げ定食、野菜炒め定食、麻婆豆腐定食、あとは焼肉定食、豚汁定食、焼きそば定食、焼きうどん定食、目玉焼き定食、ビーフカレーライス、カツカレーライス。定食は味噌汁、漬物、小鉢付きです。250円増しで味噌汁、豚汁にできますと。へー、なかなかいい感じでございます。全部ね、私が好きなメニュー。どうしよう、いっぱい食べたい、全部食べたい。あ、ちょうどお昼のサイレンが鳴ってます。ちょうど正午に来たということになります。いや、どうしようかな。でも今日はね、もう超絶がっつり食べます。とりあえずヒレカツ定食、ご飯大盛りで頼みます。あとは、まあ、鶏の唐揚げあればね、僕絶対食べるんで単品でもらいます。あとは焼肉定食、当店オリジナル味噌だれって、これも美味しそうだね。焼肉の単品も頼みます。それ以上はちょっと無理かな。そんな感じ。今日は3点セット。ヒレカツ、唐揚げ、焼肉、豚、鶏、豚でいきます。あ、やば。裏にもまさかまさかのメニューがありました。単品、味噌煮込みうどん700円。焼きそば450円。大盛り2倍750円。うわぁ、焼きそば頼めばよかったな。気になるこれ。めちゃくちゃ気になる。今日焼きそば食べたい気分だったんだよな。もう注文しちゃったからな。今日は我慢するか。あとは焼きうどん450円、2倍、大盛り2倍で750円。これめちゃくちゃ安いよね。ライス200円、味噌汁150円、豚汁丼だと350円、お椀250円、生卵50円、しらすおろし300円、つくりとろろ350円、あとはお茶漬けおにぎり、茶そばにそうめんもあります。え、ピザもあんの。ピザ、たこ焼き、キムチ、焼くことあります。あとはビール、お酒、チューハイとかね、ジュースとかあります。え、おつまみメニューもあります。お申し出くださいだって。メニュー豊富にいろいろあるんだね。メニューはそんな感じ。キッチンジャパンさんね、月曜火曜定休日なんだって。おしぼり来たよ。おしぼりは布たり。お茶も来たよ。掛川茶。いただきます。はい、来たよ。こちら、ヒレカツ定食でございます。見て、ご飯大盛り。めっちゃ多い。あとは漬物。小鉢。味噌汁。唐揚げも来ました。でっかい唐揚げ。はい。焼肉も来ました。鉄板の焼肉。今日はすごいな、豪華だな。豪華3点セットの定食でございます。唐揚げ、ヒレカツ、焼肉。それではいただきます。味噌汁から、味噌汁熱々、いい出汁、美味しいです。さあ、何からいこう。とりあえずヒレカツいただきます。ソースをつけて、このヒレカツはちょっとあれだな。
やや固め。ん？どういうことだ？茹でてあんの？ちょっと特殊な生活だな。次、唐揚げいただきます。大きい唐揚げ。大きいのはね、2、4、6個も入ってる。すごいね。唐揚げ何もつけずにそのまま。うん、うん、味は薄め。キャベツは、このまあ野菜がね全部につくんで、キャベツは少なめにっていうことで少なめに頼みました。器はもう少し多いと思います。唐揚げもう一つ。ドレッシングにつけると美味しい。オリジナル味噌だれの焼肉。なるほど、甘味噌仕立てね。キャベツと一緒に焼き肉。キャベツはね、生キャベツ。お客さんがね、3組ぐらい入ってて、みんな焼肉定食頼んでたんで、まあ焼肉は人気なんでしょうね。リカツ。なんだろうな、このヒレカツは。もうすごくパサパサなんだよな。なんでか、まあ揚げたてだとは思うんで、なんかヒレ本来のジューシーさもないんだよね。どうしてだろう。この焼肉と生キャベツめっちゃ合うね。キャベツ、焼肉、味噌だれ唐揚げやってみよう。はい、味噌だれ唐揚げ。あんまり合わないね。続きまして、ソース唐揚げ。うん、あんまり合わないね。ドレッシング唐揚げ、一番おいしい。はい、小鉢。はい、漬物。謎だったけど、唐揚げがね、でっかいの6個で、まあ、鉄板の焼肉ね、キャベツとバッチリ合いましたね。大盛りご飯も多かったな。ということで本日は静岡県掛川市西大口にありますね、キッチンジャパンさんからでした。バイバイ。